3コーナーをカーブしていきます。先頭9番ボヌールバローズ並びかける、ぴったり並んできた12番のミックファイヤー。4コーナーミックファイヤー、ここで先頭に立ちました。内は食い下がってボヌールバローズ、3番手は3番ヒーローコール、その後ろからは南西ホワイト。4コーナーから直線あっさりと抜け出したミックファイヤー、独走に入る。2番手は3番ヒーローコール追ってくる、外は南西ホワイト、200を通過。ミックファイヤー、ミックファイヤー断然先頭、2番手はヒーローコール、外は南西ホワイト、さらにはサベージ、圧勝です。強いミックファイヤーゴールイン、無敗の2冠馬、12番のミックファイヤー。デビューから負けなしの5連勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。ダービートレーナーになった今のお気持ち聞かせてください。そうですね、まあ、僕にはね似つかわしくない称号かなとは思います。ただ、まあ、ダービー星川さんオーナーにね最近本当に講師ともにお世話になっているので、星川浩一オーナーをダービーオーナーにできた方が嬉しいですね、はい、圧巻の強さを見せつけました。レース振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、前走の、ね羽田杯が休み明けで、まあ、なんとか間に合ったかなという状態であの強さでしたん で今回の方が中間もとても、ね、順調に来れたんで、同じようなスムーズな競馬ができれば結果出してくれるんじゃないかなと思って見てました、はいはい、直線は独走状態でした。先生も安心して見てらっしゃったんじゃないでしょうか。そうですね、もうスタートとか、ね、いろいろアクシデントある中で、ね、スムーズに4コーナー回れましたんで、で今の今回の状態でしたら、まあ、大丈夫だろうなと思ったんですけど、また今回もね独走になって、まあ、本当すごい馬だなと改めて思いましたね、はい、今日のミックファイヤーの様子パドックなど見ていかがでしたか。今回もね、まあ、毎回そうなんですけど、まあ、発汗も目立って、まあ、落ち着きないように見えるんですけども、それでも前回の羽田杯の時と比べればまだマシかなっていう感じでも見てましたし、まあ、歩き自体もね前回に比べてだいぶスムーズでしたんで、なんとかあの状態でをキープしてあのゲートインしてくれればなんとかなるかなと思ってました。ファンの皆さんは無敗での三冠を期待すると思いますが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、これだけの馬なんでね、当然あの馬の体調を第一っていうのはまあ大前提なんですけど、状態さえ整えばねこれだけ強い競馬してくれてますんで、ぜひね三冠目、今年 JRA のね砂の山菜馬たちもね結構強力な馬たくさんいますんで、楽ではないでしょうけど対等に戦えるだけの能力あるんじゃないかなと今日のレース見て改めて思いましたし、まあオーナーもそれを望んでますしね、ファンの皆さんもこの競馬見たらぜひ行ってくれっていう思ってるファンの方多いと思いますんで、なんとか無事にねそこの舞台までたどり着かせてあげるのが次の目標かなと思ってます。応援本当にありがとうございました。圧倒的支持に応えられて無事に無敗で2冠取れてとても嬉しく思ってます。馬の、ね、状態さえ整えば一月後にまたここで今度は JRA 勢を迎え撃って、地方競馬ファンの皆さん、ね、さらに大きな歓声もらえるようにちょっと頑張りたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。今年難関同士でやるのが最後のダービーというのもありましたし、また人気を背負ってのダービーになりましたし、思うものはたくさんあったんですが、勝つことができてほっとしたのと非常に嬉しく思います。圧勝でゴールを駆け抜けた後、お客様の前に戻ってきて少しもしかしたら感極まっていらっしゃるのかなというふうにも見受けましたけども、そのあたりどうでしたか。まあ、非常に嬉しかったのは間違いないんですが、まあ、この空間をね少しでも皆さんと共有したかったので少し長い時間いさせてもらいました。2番手から非常にスムーズな競馬でした。どんなことを考えながら乗ってらっしゃいましたか。そうですね、まあ、前回もまあ、馬のリズムを崩さずにお礼を重視しながら乗ったんですけども、まあ、やっぱり、ね、2歩走目ということもあってねちょっとペースも遅かったですし、あるいは力みながらだったんですけども、まあ、うまくミックファイヤー自体が走ってくれたと思います。まあ、手応えも良かったんですけどもね、あの弾け方もすごかったんですが、やっぱりねダービー何があるのか分かんないんで最後まで一生懸命しっかりと追うようにしました。まあ、成績見ての通りね、まあ、とんでもないスケールの馬と思うので無事このまま成長してほしいと思ってます。今日はミックファイヤーの応援していただき本当にありがとうございました。無事ミックファイヤーもダービー馬にすることができましたし、自身もダービージョッキーのダービージョッキーになることができましたし、本当に皆さんのおかげだと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。